どうも赤崎赤星せよ赤星マシマシ TV、 あ、うん、お願いします。あ、お願いします。はい、あら、じゃあ前回ね、あ、そうですね、僕が行かせていただきましたけど、はいはい、うん、前回に引き続き麺屋久志、はい、今回ね、あの僕赤崎が頼んだメニューを紹介していきたいと思います。お願いします。何食ったんですかね。まあ、ちょっとおさらいになりますけどね。ああ、はい、一回ね。でしょ、あんたは。泥味噌かな。いや、泥味噌なんだよ。いいよ、先に言わなくて。合ってるかな。あの、30秒後ぐらいに登場してくるからね。え、こっから30秒言うことある？え、言うことあるよ、いろいろと。本当に。うん。で、ちょっと奥まったところね、路地にある、ね。間にあるよ、というね。そうですね。はいはい、駅のこととかも言いたかったけどね、全然ね。で、前回ね、赤星が加熱醤油。まあ、ラーメンの方頼みましたけども。はい。僕はね、まあ、さっき言いましたけど、特製泥味噌。うん、まあ、いわゆる混ぜそばを注文していきましたということでね。はい。で、撮影のルールというか、まあ、2メートル以上間隔を空けてね。むっちゃ仲悪いんですよ、ね。よく行ったな、一緒に。まあ、ちょっとね、お店の協力もあって、はいはい、中晩とね、遅晩の間の時間を使って撮影させて。中晩、うん、朝晩と遅晩の間じゃん。中晩。しかもちょっとバイトの、ちょっと目線だったけど、はい、確かに。ちょっとね、今回は、特別に、着丼の瞬間を、あ、撮ったんすね。っていうね。ああ、赤星から。俺も撮ったけど。ちょっとこれこの距離だから見れるけど、隣だったらマジビビるよねこれ。そうそう、まあ、いつもこれをやってるぞっていうことをね。あ、来ましたよ。僕の方も来ました。さっきも言ってましたね、特製の泥味噌。僕もこれ頼みたかったのよ。あー、やっぱデフォの方さっき言ったけど、はい、で紹介ですけど、うわうまい。や、いいっすね。これはいいっすね。で、麺量250で大盛りもできるんですね。350、はいはい、で少なめも可能で、はいはい、で水分、野菜の水分で味噌だれが薄くなってしまうんでね、はいはい、野菜増しは行っていないということで、ホールはニンニクと油増し増しでいかせていただきました。はいはい、で恵比寿ビールもあったんでね、いいですね。これもね、頼むしかないということで、行くしかないです。昼間からこれは合うだろうな、うん、好きな人いただきますということで、で店員さんの推奨もあったんで、まあ、天地返しでね、混ぜていきたいと思います、ね、いきなり、はい、うまい、湯気。いや、そうなんですよ。で、湯気と一緒にね、奥底から味噌だれの香りが鼻に通っていくんで、もう食欲がものすごいね、増していくということですね。うわ、いや、俺今ちょっと糖質制限してんだけど、まあ、そう思ってる視聴者の人もいるかもしんないけどね、同じくね。で、合わさって泥感と、で、コクが相まってめちゃめちゃうまいっていうね。なるほど、なるほど。で、有名な浅草の開花炉、もちもちとしてうまいんですけど、これ茹で時間がね、10分ぐらいかかったんですよね。結構かかるんですよね。10分かけてでもこれを使うっていうこだわり。なるほど、うん、うん。で、ビール、このグラスのキンキン度というかね。イエビス。で、この味噌だれのね、ドロッとしたギトギト感を味わった後にビールで流し込む。ああ、一旦こう、すっきりもできるっていうね。サウナでいうと、整うみたいな感じをね。悪魔的ですね。悪魔的だな、これ、ね。悪魔的うまさ。やっぱテンポ来たって感じしますね、やっぱね。あ、なるほどね。やっぱね。うん。で、豚。下手ですからね、継ぐのね。ああ、そうね。ビール継ぐの、研究下手だ。まあ、店員さんに注いでもらってよかったなっていうね。はい、で、味噌でコーティングされてるんですけど、豚自体の香ばしさも、うん、味わえて非常に美味しいなっていうね。そうなんだよね、豚ね、うん。ビールに非常に合うと。なるほどね。うん。あ、ニンニク。で、味噌代のね、甘じょっぱいところに、ニンニクシャワーで。あ、こぼしスタイルじゃん。スタイル活かしていただきましたね。シャワーできるか？ドロドロだけど。確かに。シャワーなんか本当に。シャワーか？カランじゃないか？いや、カランか、まあ、低すぎないか、それな。上から浴びさせてください、それは。で、辛みがね、相まってめちゃめちゃうまいと、うん。で、さらに味変。お、うん、もうどんどんしょっぱくしていって、いや、いいよいいよ。ニンニクで辛み増して、うん、ホワイトペッパーでしょっぱくして、で、最後です、こちら。うん、半熟卵。あ、うん、あ、これよね。あら。味噌だれコーティングしてるんですよ。黄身が非常に甘いんでね。いや、そうよ。まあ、しょっぱいしょっぱいしょっぱいできて、最後に甘みをいただくっていう。うん、はいはい、デザート感覚で、僕は最後に残していただかせていただきましたね。非常に美味しいです。いやー、このドロドロ感は絶対うまいですよね。めっちゃうまいですね。はい。まあ、結局甘くてもしょっぱくてもビールは進むということで。で、赤星がここで。あ、こんなことやってたんだね。はい、ね。ちょっと貸し切りでもギリアウトかなっていうふうに思いますね。はしゃぐなー。はい。で、アフタービール最後に。アフタービール。トトロじゃん。いや、確かに目入ってくるけど、あれやると。あ、で、キンキンで最後いただきました、ね。おごちそうさまでした。高杉晋作ね。はい。あ、よう聞くんだよ、これ。すごい。ビールレベルもね、加えて、いきましたけども。じゃあ、マシマシレベルとビールレベル、それでいきます。87.5 と 97.4 ということでね。たっけ。やっぱね、まあ、雰囲気と、やっぱグラスジョッキのキンキン度でやっぱプラスしていきましたけども、うんうん、いやビールレベルの話すいませんマシマシレベルじゃなくて、ね、マシマシレベルもありましたけどね。ただちょっと僕ビールを選んでしまったんで、ほんとご飯をね最後に投入するっていう手もあったんですけども、確かに確かに確かに、ちょっと次回ね来店した際は、はい、ご飯で締めるのもいいかなと思いましたので。いや、まあ確かに俺だから味噌食べてないもんだから、うん、ね、行って飯と、うん、マシとやると、うん、
まあ、各々シャッフルして、また行っていきたいと思います。もしの話ですね。はい、もしのあったら、うん、飯を。もし、飯、蒸し、蒸し。お今ね。まあ、この家もミシミシ言ってますから。いやいや、はい、確かにね。じゃあ、引っ越した方がいいわ、それは。はい。あ、じゃあなんか、総括赤星も行きましたからね、なんかありました。あ、僕はい。あ、改めて。あ、じゃあまあ、言ったら、はい、いや、だからまあ、その、貸し切りにしていただいてね。はい。はい、なかなか、営業とか、お休みの時間帯に被るのに、はい、わざわざしていただいて、ありがとうございます。あ、本当ですね。本当に。はい、まあ、久しく行ってなかったですからね、店舗の方には、ね。いや、そうなんですよ。いいですね。これ閉まったんじゃないですか。お、ごちそうさまでした。ありがとうございました。だからさ、はい。なんか、その締め方が欲しいのよ。なんでそんな、はい、その急に終わらすのよ。あ、そうですか。なるほどね。本当に素晴らしいですね。はい、ということでぐらい言ってよ。あ、なるほど、ね。流れるようなのよ。あ、なるほどね。まあ、ちょっと僕にもちょっとね、注意があったところで。いや、そういうことでね、どこ使いたいと思います。あ、いいっすよ。ごちそうさまでした。最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。